男は誰もがハードボイルドに憧れる時期がある。思春期と同じで、避けては取れない道だ。いわゆる中二病みたいなもんで、松田優作に憧れて、所作、喋り方、服装までも、なりきり優位松田優作になっているのだ。心理学的に言うところのミラーニューロンってやつでして、例えば、極道映画を見た後に、映画館から出てくる客が、みんな高倉健みたいな表情になっているという現象なのね。だけど優作になりきってるやつはね、立ちが悪いっていうかね、一時的ではなくてね、日頃から自分は松田優作であると強く思い込んでいるので、生活すべてがハードオーボイルドとなるわけです。土足で部屋に上がり、そのままベッドに横たわり、タバコをくわえていると、母親に頭で引っ叩かれるっていうのがね、オチなんですよ。最近ね、当時夢中になって読んだレイモンド・チャンドラーの小説を再び読み始めました。ガキの頃に感じてた世界と違って、新たな発見もあってね、なかなか面白いですよ。皆さんも子供の頃に読んだ小説を、秋の夜長に読み返してみてはいかがでしょうか。